シャスアカです。今回のシーズン9バトルパス開けていきたいかと思います。このバトルパスはですね、またこう前回はね、無料で、バトルパスがもらえたんですけれども、今回は有料という形で、無料でもらえたって言ってもね、チャレンジをやって無料で手に入ったって形ですけどね。はい、で今回はこちらのね、シーズン9バトルパス、こちらの方をね、どんどん開けていきたいかと思います。もちろんこちらですよね、こちらの方を購入していきたいと思います。そしてはい、これがバトルパスアップグレード完了。さあいいですね。さあこれで、どんどんお、これはいいですね。このコスチュームってことは、この姉ちゃんが今回はメインとして変わっていくわけですね。ロックスいいですね。なんかすごいあれですね、こう雰囲気がなんか、あ、これはなんだ、これセンチネル、すごいね、鶏みたい、ガンダムチックな鶏だなすごいなんか真っ白だからあれだけど、これに青が入ればかなりガンダムチックになるね。さあそしてチャレンジがどんどん解放されていきました。さあこれがトマトヘッドのあれかな、ロード画面がアンロック。お、これはセンチネルのあれですね、なるほど。でネオチューブ、これがあれですね、落下のやつか、落下のやつですね。でロックスのこれ収集ツール、ライプリッパーズ、これなんだろうな、収集ツールで、これまたなんか変わっていくみたいですよ。てかデュアルって何なんだそもそも可愛いめっちゃ可愛いじゃん、これめちゃんこ可愛いじゃん。なるほど。あ、これがいい、あ、いいですね、こんな形でターボスピン。なるほど、なんかちょっとカラーリング的にね、あの車のやつは思い出しますね。ライプ、おお、これなんかバナナカラーだね。なんか黄色にこれってすげえバナナカラーなんだけど。さあフィールドフライヤー、これはまたグライダーですね。なるほど、ロックス、お、なんだこれ、バンカージョンジーって、すげえなんかあのメタスラで助けた人みたいな感じじゃないかよこれ。マジかよ、百文字じゃないのメタスラでこれ助けられた捕虜みたいな感じになってるけど、ってメタスラってわかる人いるかな、メタスラネタ、このね、いやーいいですね。そしてどんどん、バイブラント、ハイパーサイケデリックって、なんかすごいですね。でこれどんどん、あ、まあとりあえずこんな41アイテムですけれども、それ以降の先、これから先はティアを直で帰っていくというわけですね。さあこれはね、もうどんどんティアを重ねていきましょうか。これでもう最後まで一気に購入していきましょう。さあいくらになるかな、73購入 OK です。さあこれでいきなり100までいきました。あ、これなんかすげえ、なんだ、ちょっと待って、じゃあさっきのところ、こうやってバーって見たよね、見たけど、多分これアンロックのやつでなんか出てこないのかな、これこういう形では出てこないか、ちょっと待ってよ、これ一番最後のページ、ちょっと待ってよ、どこら辺まで、ここら辺か。でここから先は今日、あ、なんだこれ、猫ちゃん背中背負ってるやつ、これアイボだね、猫ちゃん版アイボですねこれね懐かしいな。なるほど、そしてロード画面が出てきたと。でタタリ、すごいあれですね、タタリっていう聞くとなんかすごいもののけ姫を思い出しますけど、全然もののけ姫要素はないメタルプレートみたいな感じですね。でなんかこれ癖になるね、なんかねこれねこれ、あ、しかも動く用の、見てください、動く用のこのアイコンの右下に矢印マークがかかってるんですけど、これは更新できるタイプのあれですかね、更新できるタイプのエモートかな。なるほど。で経験値で V バックスが返ってくるわけですね、これでね。でフライングディスクって、これまたチャレンジでねありそうですね。なるほど、フリスビーですね。地でブライトフューチャーって、これはまたロード画面ですね。バンカーバッシャー、これスイングしてみようか。ほっ、ああなるほどね、もう鉄って感じ。さっきのアンロックしたダブルのこれ、あれなんだろうね、
これめちゃめちゃ気になりますね、個人的に。すごく気になりました。で、他のは見ていくと、で、ここでスカーレットストライクってわけでね。まあ、ここら辺、このぐらいだ、最近ね、普通に売り出されることなくて、逆にね、手に入らない部類というか、ちょっとね、レアリティありますよね。で、フェイトちゃんと。うん、こっちのフェイトちゃんの方が可愛いんだよな。で、トゥルーティッドっていう、なかなかこれも未来チックだね、カラーリングの、またこれはあれですね、カラーですね。で、孫悟空が出たりだとか、お、アイボパープルですね、キョウちゃん。なるほど、いいですね、アイボですね。もうどう見てもこれいいね。これ結構好きかも。いいですね、悲しい音色、これいいね。で、ベカ、これはなんかまたね、別スタイル。お、これは生き残りか。なるほど、どんどん変わってきます。どんどん変わっていく形のベカちゃん、ベガちゃんか、ベガベガですね。3パターンあるのかな。こんな感じで色が変わっていくというわけでね、ベガチャレンジ。なるほど、出てきまして、お、やばこれバナナ来たな、これ。これ来ましたね。バナナ出た。これはやばいわ。これ絶対バナナバナナする人いるぞ。で、ヤロイヤルとかの、あれが出てきたり。これはまたアフターバナナ音楽ですね。これなんだ、ボックス。あ、マイクだね、これは。ちょっとクラシカルだね。スタンドマイクですね。これはどういう音？あ、ちょっと、どういう音って思ったよ。ちょっと。あ、この収集ツールは振るたびに振る瞬間の音も出るし、当たった瞬間の音も出るっていう、この2パターンのやつですね。なるほど。そしてピンクスプラッター、これはスプラッターって聞いたらもうあれしか思い出せないんですけれども、皆さんやってますかね。 Wii 版の人とかね、あの Nintendo Switch 版の人はね、スプラッターみたいなあれありますね。あ、これブラック、ブラックと言いつつも、あ、ボディがこういう感じなんだね。あー、いや、もうアイボですね、近未来型アイボですね。僕はね、あのケンちゃんっていう鳥のねロボット飼ってたんですけど、まあそんなことどうでもいいですね。お、何これ、何これ。あ、これなんかアメリカでなんか看板を回すっていう競技があって、多分それの派生ですよね、これね。おー、そうサーフボードじゃなくて、なんか看板を回すやつがなんかあったはず。それのなんかエモートバージョン、ビクトリーロイヤル回してますねこれすげえ、こんなのが出てくると思わなかった。さあ、どんどん行きましょう。これは、あー、フリスビーのなんか、これなんか武器で出てきそうですね。これは D11 っていうね、あの BO3 でなんか出てきた気がしますねこれなんかね、何だったかな、うん、出てきましたね。これの単体とか攻撃力ありそう。ストレイタス、あーね、これはあの今回の NEO のネオの最後のあれですね、最後の人のあれですね、最後の人のってなんだか言い方があれだけど。で、オレンジバージョンの、はい、キョウちゃんと、そしてストレイタスのやつ、そして、おー、稲妻、これもまたなんかあれですね。おー、イカチイカチ、この背中にこれこのストーン背負っててさ、これはすごく似合いますね。いやー、いいね、これもなかなかかっこいい。リタリエイター、おー、なんかすげえ、おー、これガンダムじゃん、やっぱり。これゼータかな、やっぱゼータですかね黒にこう赤とかそういうのやってて、やっぱゼータっぽいよね、やっぱね、でかそう。で、ストーム、うわ、これはまたね、空のあの紫色の雲がカラーリングとして結構カラーが出てきますね。で、デミちゃん、あー、なるほどね、あー、デミちゃんね、なるほどね、これはデミちゃんですねヴァンパイアの子かなってなりますけど、まあ違いますね。いやー、なかなかいいじゃないですか、このなんか赤い目ってなかなかいいですよね。おー、これもまたいい形で、この泣きぼくろがまたいいですね。ここですね、これがまたいいアクセントとなっております。デミちゃんですね、これは使いたいですね、ぜひともね。はい。で、
プラズマストレイル、へーすごいな。ストレイルってストレイルって聞くとエクストレイルになっちゃうんですけど、プラズマストレイルですねこれはね。はい、で音楽と95でこれまたこれ、おー激しめのダンスではないよね今回のね。なんかおお、センチネンタルダーク、あセンチネンタルってこれさあれこれなんかユニコーンこんな感じな、違うか、やべえなマジで。ロボット系来たぞこれ。まあちっちゃいけど、まあちっちゃいけどね、黒って言うとノワールかなとか思いながらね、ノワールとかブリッジとかそんな感じが黒だった気がしますけども、まあそんな感じでガンダムだわ。うん、ガンダムですね。まあ、ごことなき、このね、この角度どうなんだろうね。まあまあまあこんな感じで、でバンデッタ、これまた変わるらしいですね。そこはなんかロボットを変えてほしかったけれども、今回はどうなるんだ。おお、なんかビヨヨヨヨンってなってる、肩のとこビヨヨヨンってなってるこれ最初からなってるのか。いやそういうわけじゃないね。おお、すごいなこれ、11段階も変わるの。いや多色ですねあなた、すごいね。男の人になってからすぐもうこっからもほとんどこれですよ。あーなるほど。というわけで今回はシーズン9のねコスチューム紹介して、コスチュームというかバトルパスのね景品たちを紹介したんでしたけど、いかがでしょうか。まあこういう風にね今回はねロックスもねこう見るとねこんな感じでキュートに変わっていくみたいで、ちょっとここら辺ダサいけどね、ダサいねこれね、ちょっとね申し訳ないけどこれロックスは初期のまんまがいいかなって僕は思っちゃったりしましたね。ヘルメットはちょっとダサいですね。はい、まあ、こっちこれがやっぱノーマルが一番いいっすね。でこれもセンチネルも変わっていくわけですか。いやーロボットとしてこれ変わっていくやつ見れねえっていうな。ちょっとロッカーに行ってセンチネル見て変わらないようであればそのまんまにしていきたいんですけど、ああこういうことか、ダークとホワイトみたいなね。これクソダサいけどこれでやっとこさロボットチックになるようなそんな感じですかね。はい、というわけで今回はねこういう形の、今回のねフォートナイトのシーズン9バトルパス開封していきました。いかがだったでしょうか。皆さんお気に入りのスキン、エモート、その他並びにありましたでしょうか。ぜひともねコメント欄で何かありましたら言っちゃってください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見のすけやな。そうなんなんそれ。オッケーナイス、よっしゃおっしゃ取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃ